木村よし子の気になる銘柄今日は2022年5月18日水曜日ですね株価反発の裏側についてお話ししていきたいと思いますまあ、投資家であれば株式市場を取り巻く外部環境どうなってるかということをですねまあ、瞬時に分かった方が先々の手を打ちやすいですよねそこで注目したいのが 利用される反ロシア感情と感染二つの噴水なんですね。まあ、このワンピース、ワンピース、ツーピースにして、ああ、こういう絵だったのかという全体像が見えてくれば、投資家として様々なヒントを得られると思います。ぜひ最後までご視聴くださいね。さて、こうした噴水が時々ね、夏の風物詩となりますけれども、 まあ、この池の中のね、水を浄化したり、酸素を与えたりして、まあこれはこれで非常に有効な装置なんですけども、これを政治ですとか経済に応用するといろんなことができそうですね。例えばですね、今私たちはロシアに対してどんな感情を持っているでしょうか。反ロシア感情の噴水効果として考えてみたいと思います。まあ、ウクライナをロシアが侵攻したということで、 様々なご苦労された方たちが日本にも避難してらっしゃってますよね。そうすると我が国日本は反ロシア感情を抱いた方が一定数逃げ込むにふさわしい状況というふうに判断されますよね。そして、え例えば EU 諸国に避難民がどんどん行かれますとですね、言ってみれば反ロシア環境が整っていくわけですね。 これ、噴水効果と呼んで観察してみたいと思うんですね。日本ってついこの間までは安倍さんとプーチンさんとの間でですね、まあ平和な話し合いが持てるような状況だったわけですね。しかし今は岸田さんはロシアに行くことはできませんし、北方領土の問題もまあフリーズしちゃったわけですよね。この反ロシア感情の噴水効果、一体誰が噴水を撒き散らしたんでしょうか やれやれと言ったバイデンさんだったような気がいたしますけどね。次はコロコロの噴水効果です。今ですね、中国が大変なことになっていて、特に北京では厳しいですね、外出制限などがあ敷かれてますね。なので、中国の経済は今かなり厳しくなっていると報道で言われております。まあ、これもですね、噴水効果として、 2019年の終わりぐらいからですね、各国の経済、そして政治的な問題、す、ま、べ、あ、てですね、まあ、この構造でもって大きな影響を受けましたよね。この噴水の撒き散らした張本人は一体誰なのかというのは、まだまあ確信を持ってこの国だった、この人だという、ね、ことは言えないと思いますけども、薄々感じてらっしゃる方がいるようにですね、 まあ今ワクチンで大儲けされている国なんかが関係しているように思えてきますよね。まあ中国とロシアの力が弱まることで誰が得をするのかを考えますと自明ですよね。まあ、だんだんですね、姿が見えてきたように思いますけれども、アメリカバイデン政権の新経済圏構想、IPEF。まあこの仕掛けがですね、 まあ、反ロシア感情の噴水だったり、まあ、例の感染症の噴水として巻き散らして、二つ、ロシアと中国というね、アメリカにとっては都合の悪い国々を押さえつけなければいけなかった。その背景には、新経済圏構想、IPEF の存在があったというわけですね。もう、岸田さんは本当にバイデンさんにとっては、よく言うことを聞いてくれる日本の首相だなぁと、 思われているのではないでしょうか。まあ、一説にはバイデンさんは、ウクライナを応援しなければ、自分たちの今までしてきたことが全部白瓶のもとにさらされてしまうので、嫌がおでも、覆い隠さなければいけなかったという事情があるという指揮者もいるんですけれども、まあ、アメリカはバイデン政権の新経済圏構想、IPEF のために、この二つの噴水がしづらえてきたよ、しづらえられてきたように思いますね。 アメリカが主導するインド太平洋経済枠組み。これがいよいよ発足するようですね。まあ私の仮説なん,なんですけども、バイデン政権がロシア侵攻を盛んに煽ってですね、ロシアのプーチンさんの方も負けてはいない。えー、日本にとりましてパールハーバー、このね、アメリカとの開戦のきっかけとなったパールハーバーの問題と同じように、もう沈めてもいいような えー、戦艦ロシアをですね、置いておいて、ここをですね、沈没させて、えー、反撃するための仕掛けだったんだという説もあるんですよ。パールハーバー事件を企画した、えー、プーチンさんという説もあるんですけども、えー、バイデン政権がロシア侵攻を煽って、そしてプーチンさんがロシアからウクライナに出張っていった理由は、そして中国のゼロコロコロ政策も 背景はこの IPEF 推進のためだった。次の幕ではですね、参議院選挙ですね。ここは可愛い岸田さんに圧勝してもらって、いよいよ憲法改正、DX1 ワールドの完成。そして、憲法を改正した後は、いよいよ他人の血と汗で、えー、アジアでやってもらおうっていう計画があるのではないか、というのが私の 仮説でございます。さて、二つの噴水効果。一つは、ウクライナ避難民が各国に避難していく、その先には、どうしても一定の反ロシア感情が芽生えがちですよね。この噴水効果は、ロシアが攻撃すればするほど、噴水があちらこちらに巻かれていくっていう、まあ、皮肉な結果となっているわけですが、もう一つの噴水は、例の感染症ですね。 今、中国が厳しいゼロ対策をとっていることも見てわかるように、各国の経済を、あの、本来の状態ではなくす効果がありますよね。すべては、米国主導の経済圏構想、インド太平洋経済枠組み、IPEF にとても効く水の効果だと思います。さて、え来週ですね、バイデンさんは、かわいい岸田さんと、 会談を行う予定ですが、これは7月参議院選挙に勝ってしっかりとアメリカにこれからも協力してねという期待をお持ちになっているのは、まあね、見て取れると思います。さて、開票日を7月10日に行う方向で目下調整中ということですけども、7月10日というのはここですよね。もうこのあたり、いろんな重要なものがあるということは、えー、月曜日の動画でお話しした通りです。 さて、今日は5月の18日。皆さんは、この状況下で、どこで株を買い、どこで売りますか私は、買い場そろそろという動画も作っておりまして、先週からですね、もう買い始めた方が得になるんじゃないかなという意見を述べてるんですけども、じゃあ、出口はどこかということもね、しっかりと考えて、そして今、まあ、ちょっとね、夏に向けて一勝負というふうに思っているところです。 さて、これは本当に一例なんですが、根戻しが期待できる銘柄一例としましてえ、各いろんな会社がですね、これから少しいい展開があるのではなかろうかと思いますね。さて、この中から特にと言いますと、例えばですね、先週月曜日に取り上げた森トラストホテルリート投資法人も目下上昇中であることを見てもわかりますように、インバウンド再開関連銘柄として、この JAL ですね、 9201、もちろん ANA でもいいんですけれども、まあ JAL のこの水準を見ていただきますと、これから先、まあ安倍さんの時とは言わないまでも、まあこれから先1年かけて、えー、かつてのインバウンドの3分の1でも経済に取り込んでいきたいなという政権の思惑もあると思いますので、こうしたインバウンド再開関連銘柄から 9201JAL を取り上げてみました。 そして、インバウンドも正常化に向かっていくとすると、日常生活も少しずつ正常化に幅寄せしている状況からですね、治療再開環境が整ったとみなしまして、業績向上を期待したい、コード番号4543のテルモもいけるんじゃないかなというふうに思いますね。 根戻しをしてくれるのではないかなと思いますね。まずは極端に欲張らずにですね、4300円から4500円ぐらいを目指してくれればいいなと願っているところですね。4543テルモです。そしてですね、まあ、気になる銘柄3、えー、エレマティックも注目したいと思います。まあ、年初来高値を更新しているところですからあまり高いところを掴みたくないし、 冷やしで言うと、ちょっとあの、この冷やし3本からですね、株価の方が、この、乖離して、上の方に行ってますのでね。なので、ゆっくり、買い場探しをしてもいいと思うんですけども、2715エルマティック、トヨタ通商グループのエレクトロニクス商社ですね、カーエレクトロニクス、スマートフォンなどの情報機器端末、産業機器、医療機器などの えー、エレクトロニクス製品分野での電子材料、電子部品、設備などの販売、加工、組み立て、設計、えー、そして、えー、受託ですね。製造、受託をしている会社です、えー。ぜひですね、この会社にも注目の目を向けていきたいと思います。2715ですね。そして、もしも、えー、ちょっと勇気があるならば、1579の日経ブルー2倍型もですね、まあ、 ちょっとね、ちょっとだけの金額で、まあひ、あの、十九が一つの単位ですけどね。こういうものにも乗っていってもいいかなと思いますね。まあ、私はちょっと買ってみようかなと思ってます。まあ、しばらく反発していけるだろうと見ていますので、まあ、ちょっとね、気持ちを強く持って、参議院選挙の結果が分かる前にですね、出口戦略を取っていきたいなというふうに思っています。というわけで、今日はですね、やっとあの、編集スタッフの皆さんの都合がつきまして、 チャート分析編の前半が公開できると思いますのでそちらの方も合わせてご覧くださいねそれではまた金曜日お目にかかりたいと思います皆様いつもご視聴ありがとうございます評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになりますまたですねコメントをお寄せください皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいです またですねチャンネル登録をいただきますと励みになりますのでよかったらお願いいたしますそれでは引き続きぜひこの動画とお付き合いくださいねまた様々研究してお届けしてまいります